はい、皆さんどうもこんばんは、ユーゲームチャンネルです。今回もね、ロストジャッジメントの続きをやっていきたいと思います。前回はね、前回までずーっとユースドーマーばっか進めてきたんで、そろそろね、おい前横切んじゃないよこの野郎は。なんだあいつ本当に。たく人が話してんのに。はい、じゃあちょっと気を取り直して。前回までずーっとね、うるせえな。誰だ電話してんのおめえよ。はい、全然、オープニング取れねえじゃねえかよ。ふざけんなよ、マジで。クソったれが、ほんとに。はい。前回までね、ずっとユースドラマばっか進めてきたんだけど、まあ、そろそろちょっとね、桑名を待たせとくのもいけないんで、メインストーリーの方を久々にやっていこうかなと思います。前回までのメインストーリー何やってたっけなんだっけな、確かね、あ、そうそう、マミヤユイに、いろいろ話を過去のことを聞いて、それで桑名仁の正体がつかめたんだよね。北方優っていう、もともと13年前に黒川学園で起きた、いじめが起きたクラスの担任をやってたっていう桑名仁だったんだけど、その桑名が、その教え子たちのいじめのせいで自分が教職を追われてしまったんで、それの復讐劇を今、やってるってとこで、確か間宮ユイたちを一生服従させるようなことをさせて、殺しの手伝いとかさせたりして、いろんな復讐をやってたんだけど、まあそれの正体が分かって、そっから桑名の方からやってね、連絡が来て、で、八神探偵と一人だったら会うよってことで、お前の事務所にいるよってことで、今、八神探偵事務所に戻ってきたってとこですね。じゃあ早速桑名に久々に、桑名こと、堀北真希の旦那にね、久々に会いに行こうかと思います。あ、猫いる？どこ？にゃーってしたよね、今。猫いたっか？あ、そういえば、カムロちゃん、あ、ムービー始まっちゃった。鍵は開いてますか？うわ、いるな、お前さ。びっくりさせんなよ。ここにいる。そっちは間宮優衣を解放してくれるか？机と同じ色した服着んじゃねえよ。一瞬ここで同じに見えたよ。まあそれも一興だけどな。こいつこんな強気なキャラだったけどさ、なんつうだろう、今まで以上に凶悪だよね、こいつのやってること。クワナに会えた。マミヤさんはもう自由にしていい。メンヘラ女ことマミヤユイはね、解放してやりましょう。世話をかけた、八神。まあ、座ってくれ。いやいや、うちの事務所なんだけど。あんたとはじっくり話したことがなかった。なんでお前が自分家みたいに言うんだよ。具合はどうだ。あの人は順調に回復してるよ。けど、沢先生はもう帰ってこない。本当だよ。どうしてくれんだ、あいつ。不可抗力だった。彼女が巻き込まれるなんて予想もできなかった。いやいやいや、想像できたろ。じゃああの日、あの人のマンションにいたのは何でだ。 RK の相馬はあんたを捕まえるためにあそこで網を張ってた。そうだったな。彼女が死ななきゃならなかった理由はあんたのせいなのか。どうなんだクアナ。俺のせいなら安心か。なんだと。自分が事件に首を突っ込んでなければ彼女は死なずに済んだかもしれない。お前は心のどっかでそう思ってんじゃないのか。もしそうならそれは違う。彼女を巻き込んだのは間違いなく俺だ。はあ。あの子が殺されたってニュースで知った時は正直心が折れるかと思った。取り返しがつくものなら何だってやる。ただ俺の場合それには何年も前に遡らなきゃならない。あんたがまだ教師だった時にか。ああ、俺は自分って人間が壊れる音を聞いた。それを味わった人間は良くも悪くも大きく変わる。お前ならわかるだろう。少し調べさせてもらったよ。昔お前は弁護士してた時無罪を勝ち取ったんだってな。でもそれがきっかけで、ユミちゃんの話か。一人若い女の子、ユミちゃんの話か。ユミちゃんって誰だよ。ごめんなさいね、大事な話の時に。
魔を刺してしまった。俺もお前と同じだ。一緒にすんじゃねえよ。俺たちそんなんじゃねえよ。死ぬまで何も。まあそういう意味では一緒か。確かにな。そうかもね。エミちゃんの話はえぐかったな。それが13年前だ。楠本充が飛び降りる前日、あいつがいじめにあっていると俺に知らせてくれたのが沢君だった。あ、そうだったんだ。それまで俺はそんな大層なもんじゃないと思ってた。少しいじりが過ぎただけ。男の子同士じゃれ合ってるだけ。まあ、そんなレベルのいじめの動画じゃなかったけどな。河合と満とじゃ体格差はある。だからそういう時俺はあんまりやりすぎんなよと笑って言ってやったわけだ。俺が聞いた話じゃ薄笑いだった。皮肉に言うなよ。同じことだな。そんな俺に沢君はこう言ったんだ。先生、本当に気づいてないのってさ。まるで若かりし頃のさ先生か。彼女は面影ねえな。クラスの半分近くがミツルをいじめてた。若い山本浩二。駅のホームでミツルを見た時は若いな。今にも飛び込んじゃいそうだったって。若い時かっこよかったな山本浩二。やっぱ、まあ、今もかっこいいけどね。今となっては勝手な思い込みだったが、俺は自分が子供たちに人望のある教師だって考えてたんだ。生徒の心は掴んでいると思ってた。ところが沢君の顔はそうじゃないことを俺に訴えていた。その日俺はいつものようにはうまく笑えなかったはずだ。だからひとまずは様子を見ることにした。次の日俺は家にあったビデオカメラを放課後の教室に仕掛けたんだ。カメラを放課後の教室に仕掛けた。それで撮影されたのが例のいじめ動画ってことか。天宮由衣が生きてシャメ撮ってたあの動画ね。13年前の壮絶ないじめの動画でしたね、あれは。本当にやっぱりあんたがあれを隠し撮りしてたんだな。ああ、お前も見たろ。ああいうのをおぞましいって言うんだろうな。ただし俺がカメラを回収して中を見たのはもうミツルが飛び降りた後だった。時すでに遅かったな。ほんの一足違いだったんだよ。いやー、それはちょっと違うぞ。もうちょっと前もってお前が気がついてればそうはならなかったかもしれないよ。動画に映ってた生徒らは俺に隠し撮りされてたとも知らずに、全部河合一人のせいだ、自分たちは無関係だと言った。マジか。実際それまで教室の外で目についてたのは河合が満を連れ歩く姿だった。そして満が飛び降りた責任は河合と、それを笑って見過ごした無神経な担任教師。あ、そこまで追わされたんだ。俺が追わされた。まあ、それは確かに復讐されてもしょうがないかもな。間宮優衣たちも使命感を持って生き始めたのはその時からだよ。そんな前から。あんたは罪を逃れた自分の教え子たちを許すことができなかった。それであいつらに重い十字架を背負わせるために自分の人生すら投げ打った。そして裏社会に身を楠本満は今もまだ眠り続けている。委ねてたんだな。死んだも当然の状態でだ。なのに俺たちがあいつを忘れていいわけがない。その結果沢先生を巻き込んだとしてもか。改めて聞かせてもらう。この間あんたが彼女のマンションに来たのは何でだ。次はもうはぐらかさないでくれ。こっからは一応録音しとかなくて大丈夫か。結構重要な証拠になるぞ。なるかもしれないぞ。ただ少し順を追って説明する必要は。結構長くなりそうだな話。ちょっと皆さんね、あんまり俺静かに聞いてて申し訳ないんだけど、教職についた沢君の学校で、僕はちょっとね聞いとこう。今度は彼女の教え子がいじめを受けて自殺した。ああ、江原の息子の話か。敏郎君、清涼高校の生徒だった江原敏郎。ああ、
その責任をめぐる裁判で沢君はいじめはなかったと証言させられた。このことで泣いてたよな、屋上でさ、先生。神輿はヒロを新たな粛清のターゲットに決めたんだ。ああ、なるほど。もちろん彼女はそんなこととは知らずにいたよ。けどその数ヶ月後、沢君は神輿が殺されたと知り、今度は向こうから俺に電話をかけてきた。実はちょっと知ってたのか。そうだったのようで。彼女は神輿が殺されたことについて、マジか。俺の関与を疑い始めた。それを先に話してほしかったよ、沢先生。恐る恐る俺に電話をかけてきたんだ。探りを入れるために。彼女はやっぱり勘がいい。それであんたは沢先生に何て答えたんだ。知らぬ存ぜぬで通した。ところがだ、その電話で彼女から妙な話が出た。事件について調べ回ってる探偵が、そっから矢上探偵のことを知ったのか、で接触してきたんだ。もちろんお前のことだ。警察でさえやっと神輿場のことを知ったばかりだってのに、なぜかただの探偵が事件に潜り込んでた。じゃあ沢先生が俺のことを桑名に知らせていたのか。それでカフェで呼び出された時に接触してきたのか。ってことはさ、桑名は店から出てきたよな。その時会ってたのかな。どうなんだろう。それはちょっとわからんな。警察ならともかく、あの時点で探偵が嗅ぎ回ってくるにはちょっと早すぎる。だから俺は想定外の相手は排除し、ついでに彼女にもそれとなく関わらないように匂わせることにした。あ、どうやって。もしかして、もしかしてあれか、待ち合わせた店にネットで雇ったハンピンリューマンを。でもこの情報どうやって仕入れたんだろうな。お前が案外やるもんで、かえって彼らを逃がすために俺が出てく羽目になったがね。あ、そういうことか。そのドタバタの裏では警告代わりに沢君へ神輿場の写真が渡されていた。そういうことか。これもなんだ、これも間宮由衣。あ、これ間宮由衣だったの。13年前の同級生に沢君。これも全て桑名のサングラスの女仕業だったんだ。あれも間宮由衣だったのか。それは分からんかったな。あの日起きたことは全部沢君へのメッセージだった。ただいいやり方じゃなかったかもしれない。ああ、多分沢先生はあんたが神輿場殺しに関わってると確信したはずだ。あの店で彼女が俺と待ち合わせしてたことはあんたしか知らなかったんだから。いずれ沢君が俺を疑ったとしても警察に売ることはないと思ってた。俺たちなんで教え子を自殺で失ったという同じ過去がある。それで同情するか。彼女には俺と関わりを持たないようにさせればこと足りたんだ。それで終わりのはずだった。ん？沢君が殺されることになったあの日、彼女は俺にすぐ来てほしいと電話をかけてきた。涙声でな。なぜ泣いてるのか、なぜ会う必要があるのかを聞いても答えちゃくれなかった。これ脅されて電話させられてたのか。あんたらしくもない。PR の幹部たちに、てか阿久津たちにね。俺のことを何も知らないだろう。じゃあ、あんたは沢先生からの呼び出しを受けてどうするつもりだった。もし彼女が俺を神輿場殺しの犯人として疑い、それで思い悩んでいるなら、全てを打ち明けてもいいと思っていた。沢君になら俺のやっていることも全て理解できた。いや、それはどうかな。それは違うんじゃないかな。そんなこと思わねえと思うぞ。あの呼び出しは彼女が RK に脅されてやらされたことに過ぎなかった。俺と電話してた時も痛ましいな。沢君の部屋には連中がいたんだろう。いたね。阿久津ダイブっていう、泣いていたのも迷惑系 YouTuber みたいなやつがいる。懐かしいな、阿久津も。RK はなんであんたを追ってるんだ。わからない。ああ、それはお前もわからないのか。それがわかってりゃこんな無様に逃げ回ってない。本当か。連中の動きが見えていないのは
俺もあんたと同じだ。しかも奴らは人を殺すのをほとんどためらわない。そんなに、まあそうだよな、殺されかけたもんね、矢神探偵も。何かでかい黒幕、後ろ盾がついてるんだ。それについては、ああ、そういえばそうだったね、それは同じだったな。あ、失礼。誰からだ？ああ、桑名の方か。こっちはまだ矢神さんと一緒だ。そっちは杉浦君たちにつけられてないか。ああ、間宮ゆいか、これは。わかった。ならすぐに合流しよう。間宮君からだ。おかげさまで無事に解放してもらえた。杉浦君にはよろしく伝えといてくれ。まだあんたをどこにも行かせるつもりはないよ。もうお前らは手を引け、矢神。沢君のことも含めて、あとは俺の方でやる。そっちも引っ込みがつくよう、できる限りの説明はしたはずだ。ここであんたに消えられると、もう捕まえる手がなくなるんでね。せめて連絡先ぐらいは置いてってもらわないとな。それには及ばない。俺の姿はこれで見納めだ。え、嘘だろ。おいおい、ここ2階だろ。お前行くのマジかよ。ちょっとこれチェイス始まる、もしかして。始まっちゃったら、いやマジかよ。これこんなとこでチェイスやるのか。危ねえ。チェイス久しぶりだけど、さす、あ、でも桑名すげえ体力高そうだな。うわー、大糸くん、もうなんでお前らこんなに急にいるんだよさっきまで絶対いなかったよ。危ねえ。もう一回、もう一回同じ。オッケー。まあ、とりあえずこの辺はこれを超える必要ないでしょまあこれはちょっとカットしようかな。チェイスはね、さすがにいいでしょ。よいしょ。危ねえ。もうそろそろ捕まえられる。待て桑名、俺どこ行った？ああ、そこまで逃げ、ああ、もうそこまで逃げる、あれなんだな。ああ、待って待って待って、早く、ちょっと。ああ、やっと捕まえれたか？これ捕まえれんのか？かっこいい。よし、捕まえ、うわ、捕まえれるんだね。これ逃げられるかと思ったわ。ヘトヘトじゃねえかよ。あれでもなんか、違うな。うわ、それじゃな。うわ、やっぱ逃げられた。待て、わ、ここってもしかして昔ハルカが引かれたとこか。沢村ハルカが、そうだよね、ハルトを抱えて。そこの駐車場だな、これ。あ、これ車乗られたか、もしかして。どこ行った、どこ行った。車でもう逃げんじゃねえの。あ、いた。危ねえ。うわ、お前またかよ。誰だよ。赤池くんか、もしかして。うわ、ナイフ持ってる。またお前らか。もうマスクはいらないんじゃないの、黒川学園の卒業生さんたち。そっからからだもんな。間宮ゆいの家から拉致った夜の日だもんね。もう全部ご存知なんだよ、桑名。みんなどうする。そいつがペラペラ喋り回ったら終わりだぞ。自分たちが助かりたきゃ探偵さんの口を塞がないとな。だからといってこいつらでこと足りるとは思ってねえだろ、桑名さんよ。時間稼ぎだろ。だから先生がやってくれるんですよねあれ、赤池くん、もしかして赤池くんだよね。ああ、名前まで知られちゃってたんだな赤い。悪いやつだなこいつら。どうなんですか先生。分かってる。最後はいつも通り先生に任せとけ。お前らの手は汚さなくていい。わかりました。お前らそんなんでいいのかやります。一応いい社会人じゃねえの。半グレより立ち悪いな。どういう教育だ本当だよ。拳の教育を教えてやるよ、桑名の元教え子たち。とりあえず赤池くんは最後にしとくか。よいしょ。あ、弱くね。矢神探偵の攻撃力上げすぎたから、もしかして。危ねえ。ちょっと待って、刃物はダメですって。ほら、よいしょ。え、ちょっとバット落ちてるね。うわ、久々に金属バット使っちゃおうかな。ないしょ。
赤井くん、ほら、バットで殴られる気分はどうかな。俺今金玉殴ったよな、絶対。もう使い物にならなくなっちゃった。ごめんな赤池くん。完全に金玉殴ったよな今。フルスイングだったもんな。睾丸破裂してるわ絶対。いや逃げられたか。まだ息があるんだな赤池くん。まあさすがに殺しはしないからな。え、これ誰目線だ、誰の目線だろうこれ。うわお前もか、マミヤ。気づいてた。また会いに来てくれたの、マミヤさん。メンヘラクソ女。こいついっぺんちょっとぶん殴った方がいいんじゃない。あんたで我慢するしかなさそうだな。またか。せっかく逃がしてもらったのに。また捕まっちゃった。こいつ一回殴ってもさ、許されるよね。さすがに女でも。これで第9章が終わってしまったのか。あ、第9章というか、チャプター9が終わったんだね。いや結構チャプター9はすげえやったな。だってここでもまだ53で、何時間ぐらいユースドラマやってたんだろう。結構やったね。いやー、この後どうなんだろう。次、チャプター10か。まあ、とりあえずセーブして、次に進めましょうか。ね。マミヤ・ユイをどう使うかが、ちょっと気になるところだね。まあ、またね、前回のあらすじを、ゲンちゃんが。でも、ゲンダ先生全然見ねえな、最近。ストーリーでも。そのあらすじでしか出てくれてない人になっちゃった。ああ、始まったね。これだ。ゲンちゃんのナレーションで始まる。前回のあらすじ。楠本光が校舎を飛び降りたのを機に、桑名の人生は決定づけられた。若かりし頃の山本浩二ですね。彼はいじめの加害生徒らにとって、間宮優やっぱりさっきと同じ格好してたな。これ4年前ぐらいだよね。だが沢陽子の死は、いやこれ久々に見てしまったな。事態が予測不能となったことを示していた。まあ玉木宏だけは俺の手でぶっ飛ばしてやるわ。待ってろよ。え、チャプター10、これなんて読むんだ。今日なんとかの1年、今日なんでしょうね。ごめんなさいね、もう最近漢字まで読めなくなってきた、やばい。結局マミヤ・ユイの身柄を抑えられ、うわ写真撮ってる。これはちょっと効果抜群では。何やってんだてめえ。いや柄を抑えてんですよ。顔と身元は抑えさせてもらったよ。これでもうお前らには何の脅威もない。なんだと。今まで好き勝手やってくれた分つけにしといたからさ、すぐ払う時が来る。震えながら待ってな。もう終わったらお前らの人生。こいつらはまあしょうがないよね。社会的に抹消されてもしょうがないわ。お迎えが来たよ、マミヤさん。またさっきのゲーセンに戻るの？ああ。恨むんなら一人だけ逃げた先生を恨むんだね。相変わらずこの女腹立たしい顔してるな。ちょっと反省しろよな、マジで。本当に悪びれた様子もなくよ。態度でけえな。まあ、30にしては綺麗だけどね。もう沙織さんたちは呼んでくれたんだよな。おう、一通り説明もしといた。沙織さんたちも来るの？支度ができたらすぐこっち来るってよ。マジで？なんか言ってた？白崎先生。沙織さんが来るのも久しぶりだな。桑名の正体やら目的やら教えるたんびにいちいち驚いてたぜ。何リアクション見て喜んでんだよ。東さんが調べたわけじゃないのに自分の手柄みたいに言ったわけね。え、八神さん、いじられキャラになってんじゃん。東実際愛嬌出てくるって、このゲームセンターの店長みたいなやついつもいるな。沙織さんからの依頼を片付ける。こいつら何の話してたのとか迷惑そうな顔してんな。マミヤさんにご協力いただいてさ。そうだな。事件の事情聴取ってわけね。じゃあ
白崎先生たち来るまでまだ時間あるでしょ。お、いいの、気が利くじゃん、矢上くんじゃねえや、杉浦くん。ん、そうか。まあ人は汗かいてきたからな。これどうしよう。俺もそれで構わねえぞ。どっか多分時間潰してたら電話来るかな。それか、なんかストーリー上のミニゲームというか、サイドケースが発生するのかな。それなら昨日あたりから妙におとなしいって、うちの子が言ってた。なんでだ？頭の相馬と阿久津が。ああ、まだあっちにいるんだ、あいつら。くそ。あいつら。ああ、そうだね。今度戻ってきたら東の大好きなゴリラが、かっこ、カイトさんが刺されちゃったからな。俺がきっちり返してやる。返しって。そうだよ、もう極度ねえんだから。極道として言ってんじゃねえ。人としてやらなきゃならねえ。普通の人は警察にちゃんと通報して被害届を出すんだよ。そうなんだよ。じゃあ人として取らなきゃならねえ。敵討ちだ。か、一緒だから。うん、いや、モーラルか。誰かこいつに教育を教えてあげてくれ。とにかく俺は極道をやめても人間やめたわけじゃねえ。人としての筋、まあ世話になってる海藤さんのことゴリラがね、はいはい、襲われたらまあ回収をやるよな、東の立場だったらな、しょうがない、俺はまあしょうがないでしょう。せっかくだし少し街の様子を覗いとくか、どっかで時間潰してこよう。これなんかサイドケース始まるのかな、もしかしてスキル取得なんか出てきたな。まあこれはいいんじゃない、別にスキルの覚え方。ああ、もうこれなんでこんな初期的なこと今更教えてくんだよ。竜についてもういいよ別に。これなんか出たらイベント始まったりしないから。あ、しないね。タクシー呼べる？あ、タクシー呼べるな。ってことは偉人町には行けるね。どうしようこれ。何しようかな。はい、ということでね、時間潰しは今回はまた写真部でやろうかなと思いました。はい、前回の話だったら確かね、なんかホテルになんだっけな、女子高生と淫行してる教師がいたんだよね、この確か清涼高校。ここの学校は教師もろくなのいねえんだよな、本当に。それのなんかそいつらが誰かに写真を撮られて脅迫されてるっていうユースドラマだったんだよね。で、その結果をなんか聞きに行くってとこだった気がするんだけど、まあそれをちょっとやって今回は終わりにしようかな。矢上さん、準備はよろしいですか？まあ、前回の動画でか、前々回の動画にその序章の話は入ってるんで、気になった方は、そっちを見てもらえればと思います。ああ、大丈夫だ。行くぜ。では、向かいましょう。そういえばそうだね。この駐車場だったな、確か。指定された場所は、この立体駐車場の2階奥だったな。結構なんか、こわもてそうな奴らが多いけど、これ関係してるのかな？矢上さん、駐車場の周りになんだか柄の悪いお兄さんたちがたくさんいませんか？ああ、神経品同盟の奴らかもしれない。部外者が入ってこないように監視させてるんだろう。脅迫者の言っていることは本当だったかもな。脅迫者の背後にはプロフェッサーたちがいるってことですかね？ああ。ああもな。だがそれなら好都合だ。よし。どうするつもりです？こっそり潜入して写真を撮るんだよ。それがご希望だろ。やってくれるんですか？あ、これスティールかなんか始まるな、もしかして。ああ、ここまで来たら最後まで付き合うよ。ありがとうございます。で、今度はどんな写真を撮ればいい？脅迫者の顔がバッチリ写ってる写真をください。お金を受け取ってる瞬間がいいですね。了解、何とかしてみる。これスティール始まるよな、多分。ボクシングジムの近くだけど大丈夫か、これ。ここは慎重に。あ、やっぱり始まると思って。2階だよなこれ。どうやって行くんだろう2階まで。あぶねえ、危ねえ、危ねえ。あ、走れたりしちゃうのか、あぶねえ。これこんばんは、こっち行ける？いや無理だろこれ、あんな行ってんだから無理だな。多分裏から回るパターンだなこれ。ここはでももうちょっとさ、カットしてもいいよね、さすがに。これでいいのか？あぶねえ、これめっちゃ難かった。マジでわかんなかった。めっちゃミスったかったよ、ここまで。あぶねえ、やっと。あ、
こいつだな。遠行先生。あ、不純異性行為先生か。あ、てか未成年回春先生か。あれは未成年回春先生か。誰か待っているみたいだな。ん？え、これもしかして氷川なんじゃないの？もしかして。いや、もうそうだろ。やっぱり。あ、あれは写真部前部長の氷川。あいつが脅迫者だったのか。そんなバカな。いや、読めてたろ。何や、とにかく撮影だ。連中に見つからないように気をつけつつ、氷川の飛行の様子を撮影しよう。半グレ連れてんなぁ。マジかよ。これ戦うのかな、もしかして。あれ、任せる系か。あ、どうすんのこれ。いや、バレるでしょ、これ。これ、こっち映った方がいいのかな。あ、やべ、見つかる。もう、ゲームオーバーになるの早いって。ほんとにさ。お、窓は、お、出そうとしてる。これか。これを。これだ、来た。やっと取れた。長えな。なんでスクープアイって。2000ももらっちゃった。よし、バッチリだ。いや、これ大変だった。このイベントでなかなか時間使ったぞ。よし、うまく取れたぞ。あとはずらかるか。いや、そううまくはいかないんじゃないの？大丈夫か？うまくいった。ことごとく俺の予想を外してくるな。と、そんな、氷川師匠が。ああ、後で問いただしてみよう。私、信じられません。気持ちはわかるが、証拠の写真があるだろ。お前の大好きな。問いただしてくれ。余計なことはやめてくれ、今。待ってくれよ、頼むよ。なんで今なんだよ、ふざけんなよ。だが本当によ、手のかかるガキだわ。驚きすぎだろ、氷川先輩。鳥部。氷川師匠。鳥部、待てよ。ちょ、待てよ。待てよ、こら。いらん奴らも来ちゃった。八神さんまで。氷川師匠、どうして才華先生を脅迫なんて。もうこいつな、さっきの俺のさ、潜入返してくれよ、本当に。マジで、何のことかな。もう写真がありますよ、証拠の。ちょっとフードでわかんねえけどな、この写真。これちょっと怪しいな、証拠としてちょっと薄いな。これは、なんでですかなあ。プロフェッサーを追うな。そう忠告してきたのは、お前自身が探ってほしくなかったからだな。お前、八神だな。古賀さんから聞いてる。うわ、懐かしい。俺たちのことを探ってんだってな。まったく。ゆすってた200万。お前らにはいくら上がりが取る気だったんだ。だな。ここで死ぬてめえには関係のねえことだ。八神さん。いや、八神さん。いや、お前のせいだよ。トリベ。お前のせいだからな。三人とも下がっててくれ。え、氷川も一応。下がってろの奴らに入るの。いやーもうこいつらめんどくせえなー。とりあえず一人ずつぶっ飛ばしてやるから、落とせえのかなー。バイク壊してこの人。この人バイク壊してよ、拳で。久しぶりに一戦も使わないとなー、やっぱ。はい、八景強い。あ、やべえ、なんかね、ガードを新しく覚えてめちゃくちゃそれが強いんだよね。はい、終わり、長谷川キュン。さよなら。弱かったなぁ。全然歯応えねえ。瞬殺だぜ。ちょっと強くなりすぎたな、八神探偵。ミスケンの物質まで戻ってきたの、もしかして。連れてかれちゃった。遠行先生じゃなかった、自動回収じゃねえ、なんだっけ、未成年遠行先生も一緒に連れてきちゃったね、氷川。何だったんだよお前なあ。お前もプロフェッサーの裏サイトを利用していたのか。はい。才華先生の浮気の件はそこで知りました。裏サイト、そんなものが。いやいや、お前も悪いやつだからな。なんか被害者ぶってね、この先生。警察出すか。普通になんか起訴されそうだぞお前。そこで噂になってたんですよ、才華先生と町川森子との交際のことは。え、そうなの。ゴミみたいなリアクションするじゃん。
それであなたが盗撮をして脅迫をしていたわけ？プロフェッサーから連絡があったんだ。大河先生の浮気の情報を知りたいなら彼らの行動ルートを調べて送ろうかと。プロフェッサーから情報すいませんね、情報提供が。ああ、雑賀先生の浮気の情報を何らかの手段で調べたらしい。次に二人がいつどこで会うかまで教えてくれたよ。なるほど。探偵でも浮気調査のために何日もターゲットに張り付くのに骨が折れる。だが行動ルートが分かれ話が早い。どうやってそんなん読んでんだろう。くそ、なんで漏れたんだ。いやいや、お前はそこを悔やむことじゃないんだよ。まず生徒と付き合ってた子とことを悔やめ。まず氷川師匠、なんであんなことを。写真を脅迫に使うなんて。写真は芸術だって何度も教えてくれたじゃないですか。なんか知んないけど、いい BGM 流れんな。進学のためにお金が必要だったんだよ。進学のために。だからって一人暮らしで次第に4年間通うのにいくらかかると思う？200-300万かかんじゃないの、私立じゃ。あれ私立だともっとかな。博士課程ドクターまで終えることを考えれば途方もない金額だ。6年だもんな。ドクター7年か。あ、ただの博士だ、修士だったらね、6年だけど、博士だ、ドクターだったら7年ぐらいかかるし、研究費とかもバカになんねんじゃねえのかな、大学に納める。未来の輝きのために今の誇りを売り渡す。俺は俺の夢を叶えるためにそのくらいする覚悟だったんだよ。何かっこつけて言ってんだ、お前。犯罪者だかんな。犯罪者です、こいつ。こいつただの犯罪者なのになんかカッコつけてんだけど。クソだなぁ。いやー、ちょっと憧れの人が残念だったんだな。師匠。見せびらかしてきたら、氷川師匠、これ見てください。これは？見てくださいよ、氷川師匠の顔。これ、まるっきり犯罪者の顔じゃないですか。うっ。フードでだいぶ覆われててわからないけどね、あんまり。目を背けずにはいられませんか。自分の客体としての姿を切り取った写真から。ああ、ひどい顔だな。いや、顔は見えてないでしょ。さっきの写真見た。フードでほとんど見えてないじゃん。俺こんな顔して雑賀先生を揺すってたのか。こんな師匠の顔、私はもう二度と見たくありません。私、師匠のこと、本気でリスペクトしてたんですから。鳥部、すまん。俺は。破局かなこれは。雑賀先生。え、はい。いやいや、はいじゃねえよ。今後のことを二人に話し合いませんか。あなたの責任と氷川の処分をどうするかも含めて。ははお前が一番悪いかんな。もともとお前が発端だかんな。八神さん、何、悪いようにはしないさ。まあ全てをね、丸く収めてくれるいい探偵ですよ。どうなったかの話を聞かせてくれるのかな。あ、八神さん、こんにちは。おう、あの、先日の話し合いはどうなりました？氷川師匠の処分の件。あ、雑賀先生と話し合ったよ。今回は雑賀先生にも問題があったし、金も戻ってきたってことで、氷川に関してはお咎めなしってことになった。ああ、よかった。雑賀先生は責任を取って退任するらしい。反省していたよ。まあ、さすがにね、今このね、ご時世や法、自分の生徒とね、肉体関係持つのはなかなか許される行為じゃねえからな。そうですか。鳥部。あ、鳥部。ならちょっとその、氷川なんだが、なんかあったのか？あ、来たな。どうした？師匠。先ほど退学届を出してきた。マジか、嘘だろ？お前もかよ。みんな責任の取り方が極端な政治家かよ。そんな、顎外れたかみたいな口の開き方してんな。なんで、お咎めなしってことになったんですよね。雑賀先生は許してくれた。だが、自分を許せなかったのか？俺が俺自身を許せない。お前が見せてくれた写真にはそれだけのインパクトがあったのだ。俺自身が資本主義という、ごめん、なんかよくわかんないけど、なんとかの回避の中で、己自身の実在を、物証化し、見失っていたんだ。でも、大学はどうするつもりなんですか？大学なんていつでも行ける。そんなことよりも今しかできないことをするべきだ。今しかできないこと？俺は、諸国をめぐり写真を撮って回ることにしたよ。どうしたのかな？自分探しの旅に目覚めちゃったのかな？
また同じ顔してる。俺の中で大門がささやくのだよ。10代そして20代という貴重なモラトリアムを日本の大学などうずつを抜かしてていいのかとね。いや犯罪者が何言ってんだこいつ。本当はずっと迷っていたんだ。トリベ、お前のおかげで吹っ切れたよ。師匠、アウトヘイベンですね。こいつらの会話は誰か通訳を本当に回してくれませんかね。まさにな。もう痛い目で見てんじゃん。わかんねえ。間違いなく俺も同じ気持ちだわ。まずはアジアだ。インド、そしてチベットかな。仏教思想の源流には、生成の哲学がある。彼の地で、資本主義で毒された己の中に、帰還なき体を見出すのだ。まず日本でまず修行してこい、お前は。日本の二の字も分かってねえだろ。犯罪犯しちゃうぐらいなんだから。俺は雑木場の塔で知識を積み上げるだけの、ソフィストにはならない。俺はむしろ卵になる。な相変わらず何言ってるか分からないが治安の悪い場所には足を踏み入れるなよ。ふっ、分かっています。命がなくては哲学も芸術もできませんから。では、船の時間があるので船で行くの。何時間かかると思ってんで、飛行機で行けよ、せめて。ちょっとずれてんな、やっぱこいつ。最後まで変な奴だったが、退学する割にすっきりした顔してたな。はい、私たちの客観、価値観では計り知れないんですよ。氷川師匠は。まあ、犯罪者だけどね。これは写真部終わりかな、これで。あ、終わりっぽいな、これの。あ、まあ、なんか糸くらいいんじゃん。はあ、インドに。あいつ、意外と大物になるかもしれないぞ。哲学的、写真家的な。写真の一枚でも撮ってあげればよかった。撮ってもらえればよかったかな。まあでもお前結構撮られてたじゃん、鳥辺に。まんざらでもない、あの笑顔してさ。これ多分押しかけてくるんじゃないの？で、プロフェッサーの情報だが、プロフェッサーから氷川君に直接連絡があったというのが引っかかりますね。プロフェッサーってのはそんなに頻繁な、そんな頻繁にうるさい利用者に、連絡してくるもんなのか？いえ、レアケースだと思います。氷川とのやりとりに何らかのメリットを見出したってことかな。そればかりは今の時点では何とも。鳥辺来たのかな。また来たら、また怒られちゃうぞ。ゲッみたいな顔してるじゃん。おい、鳥辺、何をしに。糸倉さんですよ。まだ一度も笑顔の写真を撮れてませんから。ちょっとあんた、しつこいんだよ。矢上さんのおかげで、撮影には我慢強さ。失恋が必要と学びましたから余計なこと教えてしまったな。悪いな糸倉。睨むな、こっち見んな。もう笑ってあげたら。ち顔がいつもに増して怖いな。あー逃げた。あー待って。なんかこれも独立して終わっちゃうのかな。よかった、糸倉さんに新しいお友達ができて。友達と言ってよいのかな、あれは。いやー、友達なのか、あれは。いやー、その通りだね。ああ、こういう締めで終わるのかな。ああ、調査ファイル9、終了。写真部が終わりましたね、写真部。100%。わあ、結構終わったね。もう4つ終わったよ、ほら。なんだかんだ、ユーストラムめっちゃ進めちゃった。今回本来はこれ1本の動画でも良かったのかな。結構な時間になってちょっと編集して動画を分けたかどうかはまあ結果次第になるけど、うん、どうしようかな。次何やろうかな。今まだ電話連絡来てないんだよね。ほら、メインケース街で時間を潰すになってるからね。これなんかどっかで時間潰さなきゃいけないのかな。勝手に歩数とかでなんか連絡来たりすんのかな。その辺ちょっとわかんないけど、まあそしたら久々にカムロ町に行ってみなとちゃんとのイベント、まあ告白フラグ立ったからね、この間。ちょっとここ暗いな、話すとダメなら。やっぱ明るいところで話さないとね、スターは。ちょっと逆光なんですけど。こっちの方がいいかな、これ。ああいい感じ、照明さんいいね。やっぱスターは照明が命なんでね。はい、
ということで今回はこの辺にしときましょうかね。まあ次回はちょっとガールフレンドのイベントでも進めようから、まあメインストーリーちょっと進めたしね。まあ山本浩二こと桑名仁の今後の行方もちょっと気になりますが、また次回はまあメインストーリー以外、まあユースドラマ進めるかもしれないし、まあガールフレンド進めるかもしれないし、ちょっとね、時間が進まなかったんで、昼にならなかったんで、サイドケースはちょっとやれないかもしれないけど、前言ってた電波探偵ってやつね。まあ次回も何かしらメインストーリー以外を進めていこうかなと思います。はい。で皆さんね、よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。長い間、ご視聴いただきありがとうございました。次回よろしくお願いします。ありがとうございました。